こからまあいろいろ作っていこうというところですかね。うん、全然違う。おお、なんかかっけえ。Firefox OS。はい、帰ってきて夜です。はい、くしゃくしゃだけどね、髪の毛。で、まあこいつの続きですよ。いじくってはいましたよ、今日。でね、こいつのね、ちょ詳細スペックをね、多分言ってなかった、まだ。なんでちょっとそれをね、言っていこうと思います。はい。まずこいつの型番がね、LGL25 ってやつですね。で、カラーはゴールド。で、サイズ、がね、幅がね、10.5mm。ここ10.5mm あるみたいです。10.5mm。まあ1センチちょっとってことね。で、重量が 148g。めちゃめちゃ軽い方ですね、これ。スマートフォンの中では。で、バッテリー容量が、2370mAh。で、充電時間が、共通アダプター05を使用時は、140分で満充電になりますよと。で、まあ、OS の方が FireOS、Firefox OS2.0。で、CPU が、MSM8926、1.2GHz のクワッドコア。まあ、1.2GHz ですね。で、メモリが、ROM、ロムですね。16GB。本体容量が 16GB。で、メモリ、アプリがね、1.5GB。で、マイクロ SD がね、最大 64GB まで対応してると。で、まあこれがね、3G と 4G LTE が通じるよと。で、ディスプレイサイズが、4.7 インチ IPS ハードディスク、1280×720 で、カメラ、メイン、こっちですね。こっちが800万画素。で、サブ、こっち、ここにあるんですけど、210万画素です。はい。で、撮影サイズ、写真の場合は、3264×2448 に対して動画が、1920×1080 で、ちなみにこれはもちろんのこと、まあ、防水ではないと。今までこの Firefox OS は、まあ、さっきも言ったけど、海外でね、発売はされていると何個かね。で、その中でもこの日本で来たこの機種に関しては、まあ、クワッドコアが入って、ちょっとね、性能がいいもの、スペックが少し高いものとなっているということですね。で、こいつの、まあ、機能としては、まあ、そのブラウザーがね、Firefox のブラウザーが使えるっていうのと、あとは、環境設定のところから、いろんな、画面設定ができると、ロック画面ですね、主には。ロック画面。ここですね。ここの画面の設定ができるよと。今、普通に壁紙なんですけど、こう、コンテンツを選ぶと、まあ、この中には、ニュースが流れたり、あとは、地図の情報が流れたり、あとは、ツイッターのツイートが見れたりっていうのが設定できると。まあ実際はね、ホーム画面でね、アンドロイドってそういうの設定できるからね。なんかそこら辺はアンドロイドっぽいけど。うん。で、あとはね、使ってて思ったのが、その、端末自体の、携帯自体の、こいつ自体の使い方、中身じゃなくて外観とかね、に関しては、なんか iPhone っぽいなっていうのは。やっぱここがね、ホームボタンが丸いっていうのと、あとは、戻ったり、ツイッターとかが戻ったりするとき、上の方で戻るボタンの矢印が出てるんですよ。で、これって実際 iPhone でも同じなんですよ。ツイッター。上の方なんですよ。矢印とかが出るのが。なんで、まあ、そこら辺はちょっと、まあ、似てるかな。だから、こう使ってみて、まあ、特にね、あれですよ。学生とかは、あんまり良くない。なぜかっていうと、なんか、親とかさ、買ってあげるから好きなの選びなって言った時に、これされた時にはね、あれですよ。フィルタリングが使えないからね、これ。そう、だから、かなり大変なのと、あと au のね、これ au のやつなんだけど、au のアプリがまだ使えないっていう。あのね、マーケットでね、探してみようか、au って。ほら、au って該当するアプリがありませんっつって今、使えないんですよ、アプリが。だから、サイトからじゃないといけないんですよ。で、あとはプリセットでね、ゲームがね、めちゃくちゃ入ってるんですよ。しょうもないゲームが。これプリセットだよ。プリセットでゲームこんなに入ってんだよ。これすごくない？なんかね、ピザ作ったりとかあるんですけど、まあ、多分消せるんだろうけどね。消せるんだろうけど、これはちょっとね、ゲームは好きなの撮りたいやん。これでさ、
本体料理をちょっと使われてたらさ、ちょっとあれじゃない？アプリもね、まだ全然ないですね。まあ、それで日本のアプリはまだまだってところですかね。外国のアプリばっかりだわ。あとね、俺の家の Wi-Fi がね、繋がりにくいんだけど、これはそういうもんなのかな？ちょっと対応がしづらいのかな？ね、ついたり消えたりついたり消えたりしてるけど大丈夫かこれ大丈夫かな。はい、まあ、プチ事件が起きました。ここね、まあ、ホーム画面これなんですけど、あのね、突然真っ暗になるっていう、ここのこの画面がつかなくなるっていうね。あのここはつくんですよ。ここはついたんですけど、こうすると本来ここがつくのに真っ暗な状態っていうのが今さっき起きて超焦ったんですけど、あの調べたらもうすでに結構不具合あるみたいです。結構もう不具合あるみたいです。で、僕と同じ不具合が起きていたみたいで、でね、あの、なんかアプリを使った時のキャッシュを、なんか見るときは、このホームボタン長押しすると、こういう風にアプリ使ったのが出てくるんですけども、これはね、出るの。っていうことは操作ができる。操作はできるけど画面が出てこないっていうので、あの、設定画面を、ここね、これを、この設定画面を、こう、暗い画面のまま、これで確認しながら、今リセットかけて直りました。これはね、ちょっとね、怖いね。どうなるか。怖いから、ちょっとね、なんとも言えない。ちょっと、まあ、ちょっと使ってみてってとこだけどね、今後。まあ、ただね、その方法でリセットかければ問題はない。ただ、メインで、これをメイン機として使ってる人は、あの、データ系がやばいよね。ちゃんと SD カードに保存しておきましょう。ね。SD カード。ね。僕はこれサブ機だからね。別にいいんだけどね。今日来てばっかりだし、今日来てすぐ不具合起きたからね。気をつけようね。ブラウン。